listening to Shibuya Cross FM。 住宅ローンの支払いが苦しい。そうだ、ペガサスに相談してみよう。年収を100万円上げて今よりも豊かな生活を手に入れたい。一般社団法人ペガサスでは住宅ローンのお悩みを解決し、計画的にゆとりを取り戻すお手伝いをいたします。心も暮らしも豊かに、一般社団法人ペガサス。お問い合わせ 03-5357-1925、 03-5357-1925 までお気軽にお電話ください。サブカルチャーレディオ耳ラジ、 MC キャミが渋谷クロス FM から今日も3大元気よくお届けしています。週末探検隊、皆さんこんばんは。サザエさん症候群をハッピーサンデーに変えるサブカルチャーレディオ耳ラジ、いつまでたってもお嬢様、恋の魔法使いあやめつばきこと MC キャミーです。はい、今週のトークテーマはやってみたい仮装です。もうすぐハロウィンですね。私はですね、大好きな焼き芋になってみたいなと思って、今日は焼き芋カラーコーデにしました。なるほど、すごいこう秋っぽいカラーだなっては思っていたんですけど、まさかそこだったとは、うん、でも本当は 4D 要素もありたいなというふうに思ってるので、うん、なんか焼き芋の香水とか開発されないかななんて思っています。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、そして3週目はこちらのアシスタント MC とお届けします。はい、ヨモリンことヨモリ響きです。私は焼き芋とちょっとかぶっちゃうんですけれども、ハロウィンでやってみたい仮装はハサミです。ハサミ、ハサミ、ハサミです。そっちのばっかくれ。私おととし理容室の前のあのくるくるしたやつあるじゃないですか。あれの赤ちゃんのくるくるくるしてるやつ。そうですそうです、あれの仮装やったんですよ。え、あれ、はい、ちょっとみんな気にならない？ちょっとその写真後で見して。え、今あるんだけどどうする？え、あるんですか？見る？見たい。しょうがないな、はい、じゃあ画像の方お願いします。ちょっと待って、想像のもうかなり急角度で斜め上を切ったんですけど。顔なりきれてますよね。え、もう全身でやってるもんだと勝手に思っちゃったから。でもびっくりじゃん。顔面だけ。いやー、こうちょっと勝てないなー、ヨモリンには。ありがとう。めっちゃ戦闘力高そう。めちゃめちゃ高いねこれ。はい、ありがとうございます。続いて、はい、コウ博士こと高坂純です。よろしくお願いします。はい、僕がやってみたい仮装はそうですね、科学者とかなんか先生とかなんかちょっとシックな感じやってみたいなと思うんですけど。白衣着て。そう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 、そんな感じの白衣を着て、はい、実験失敗したもしゃもしゃあった。あ、違うか。違うか。そっちか。違うか。失礼しました。いいかもしれない。一生持ってしまった。ちょっと違ったかな。ちょっと知的な感じがやってみたいな。知的な方だったか。失礼しました。見てみたいな。はい、ゆりんこと加藤ゆりです。私はチャームポイントの刃を生かして吸血鬼のコスプレをしてみたいです。かわいい。かわいい。私は両方に刃があるので、うん、いい感じにヴァンパイアになれちゃうんじゃないかと。あ、本当だ、チャームポイントそんなところにあったのか。そうだよ、笑わないと見えないっていうね。ちょっと得意そうな顔やだな。はい、今日もですね、お便りも届いてるんですよね。はい、そうです。実はカイリーがお便り送ってくれてるんですよ。ありがとうカイリー。ありがとう。じゃあ私が代読させていただきますね。はい、じゃあカイリーこと永井楓ちゃんから来ている、やってみたい仮装というテーマでお便りいただいております。アイアンマンやサムスのようなパワードスーツが着てみたいです。あのメカメカしさを身にまとえるなんて最高じゃないですか。スタイリッシュなフォルムではなくてゴテゴテに強そうなのを着てみたいです。私は機械になりたいのかもしれませんとのことです。まさかのこっち。
いやでもカエリめちゃめちゃ華奢だから、うん、そのゴテゴテに強そうっていうそのイメージが真逆すぎて、うん、本当にえカエリがなんかそんなやったらすごい剛性感出ちゃうよね、うん、大丈夫切られてる顔だけ小さい、そう顔だけキューンって誰か剛性待ってます。はいということでですね、サブカルチャーレディオ耳なじまファッションアニメ映画などのサブカルチャーを耳なさんへ発信、全世界の YouTuber ライバーエンターテイナーさんの応援番組です。それではスケジュールを紅博士の方からお願いします。はい、今回のスケジュールは17時10分頃からサルミミコーナーサブカル調査部はユリンが担当します。そして17時20分頃からは新感覚朗読劇影ドラマの 7話をお届けいたします。はい、そして17時35分頃からは耳ラジ中央図書館推し本コーナーを聞き耳ということでお願いいたします。はい、そしてですねエンディングには耳ラジ謎謎がありますよ。それでは先週の耳ラジ謎謎の答え合わせです。みんなで考えてね。問題、昼間は寝ている森ってどんな森？はい、夜森ですかね。夜森響き、夜森。あー絶対仕込んできただろ。違います。違うの？あれ？ある意味合ってんのかなって今一瞬思ってしまった。ちょっと一瞬納得しかけたんだけど違ったか。あれ違う、私全然浮かばなくてこれ。夜森ですかね。夜森ですね。夜森ですかね。はい、答えをね送ってくださった方がいます。おお、はい、コウモリですか？コウモリ、あ、夜行性だからってことか。はい、昼間寝ている森って。あ、そういうこと。あ、はい、ということでね、あの毎回ね、あの送ってくださっている方々皆さん正解でーす、うん、おめでとうございます。よくわかるな、そういうのね。エンディングにも耳ラジなどなどありますので、ぜひノートレしてくださいね。リアルタイムの感想や質問はハッシュタグ耳ラジとつけてつぶやいてね。ツイッターのトレンドハッシュタグ耳ラジ狙っていきましょう。この番組は一般社団法人ペガサス、総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前、ミスター元祖千葉駅前店、シニア障害支援協会の提供でお送りします。それではオープニングはみんなの耳ラジ耳ハピネスでスタートです。どうぞ。それではここからはこちらのコーナーに参りたいと思います。サルミミサブカル調査部をせーの、聞き耳。はい、いいエコーがかかりましたね。はい、こちらのコーナーでは MC たちがサブカル調査部の部員となり、サブカルチャーに特化したことを月替わりに発信していくコーナーです。まだ知らないマイナーな情報や私だけのサブカルチャーのこだわりなどを発信していきます。さてさて、今回はですね、うん、私ユリンがこちらの内容でお届けしたいと思います。何？ガチャガチャカプセルトイの魅力についてでございます。イエーイ、楽しい。さあさあ、今はですね
まあ、多くの方が、まあ、一度はやったことあると思うんですよ、ガチャガチャね。でも今だと、まあ、駅構内とか、あともうガチャガチャの専門店があったりとかして、もうそれだけがバッて置いてある場所があったりってするんですけど、それだけ身近になってると逆に歴史みたいな、どうやって生まれたのかなみたいな、知らない人が多いんじゃないかなって私は個人的に思いまして、確かに、まあ、簡単に、まあ、どんな感じでこうガチャガチャが生まれたのかっていうのをちょっと皆さんにお伝えできればなと思っております。はい、まあ、起源は1907年に遡り、アメリカで製造されたガムボールマシンが原型になったと言われています。ガムボールマシン、懐かしいなって思う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。駄菓子屋の前などに置かれていて、お金セットして銀色のハンドルをぐるって回すと少し大きめのこうガムがこう出てくるっていう、そのガムボールマシンですね、うん、それが原型になっているらしいです。ユリン調べでございますので。やったことあるコンビニに置いてありますよね。うん、そうそうそう、そういうのもあったりする。で、1965年に日本に初上陸して、現在はまあ1回100円から、まあ、高級志向のね、結構値が張るものもありますけどもガチャガチャ輸入された当時は1回10円 で、当時は景品も海外からの輸入品だったんですよ。だから1回10円を出せば海外のおもちゃで遊べるっていう、その回す楽しみだけじゃない魅力が当時あったみたいで、だからもうその日本に入ってきてすぐから結構もう人気があったらしいんですよ。こう今に始まった人気ではないという、ずっと長く愛されてるものらしいです。めちゃめちゃ勉強になるな、このコーナー。まさか100年以上前から続いてるとは思わなかった。そうそうそう、ね、こんなに前からなんだっていう、それもね、こう日本から発祥なのかなぐらいに、今すごい海外でも日本のが人気だったりするので、実はスタートは海外でしたという感じなんですけども、まあ、ここまで私ずっとガチャガチャはとか、うん、まあ、タイトルでカプセルといいなんても言いましたけども、うんうん、皆さんいろんな呼び方あると思うんですけど、うん、ちなみに MC 陣の皆さんはなんて呼んでますか？ガチャポン。ガチャポン。あ、ガシャポンかな。ガシャポン、うん、ガチャ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 、うん、ね、いろんな呼び方あると思うんですけども、それぞれにね、まあ、カプセルトイっていうのは、そのカプセルが出てくるこのおもちゃっていう、そのままのこう訳したので言ってるものだったりして、うん、で、まあ、ガチャガチャ、ガシャポン、まあ、ガチャポンとかガチャとかいろんな呼び方あると思うので、まあ、よかったらね、皆さんもハッシュタグミミラジで自分はこう呼んでましたとか、まあ、ちょっと変わった呼び方とかをね、そのまあ地方とかによってあるかもしれないし、そんなのを知るのも面白いんじゃないかなって私は思うので、よかったら皆さんそういうのも教えていただけたら嬉しいです。ね、みんななんで呼んでるのか教えてください、うん、教えてくださいでですね、ここからは私ユリーンがハマるシュールなガチャガチャを紹介したいと思います。シュールってなんだ。シュールってアニメとかキャラクターのものとか、まあ、そういうミニチュアのとかも私回すのすごい好きなんですけど、はい、一番好きなのはなんでこれ作ろうと思ったのみたいな、そういうシュールなものがちょっと目を引かれて回してしまう癖がございまして、なので今回は実際に私がそのガチャガチャ専門店に行って心惹かれたガチャガチャ2種類回してきましたので、順番にちょっと画像とともにご紹介したいと思います。ではまず一つ目はこちらですかな。はい、何これって感じでしょこちら、まあ、ガチャガチャのタイトルが動物記者会見と言います。全6種類なのか、私はミニチュアダックスという犬種のも引いたんですけども、白いボックスのとこに破壊行為って書いてますよね。で、これが記者会見を開いた理由になっております。で、他のラインナップには、まあ、猫ちゃんとかいて、猫ちゃんだと壁紙、障子、ティッシュって書かれてたりして、まあ、ワンちゃん、猫ちゃんを飼っている方とか、ね、触れ合ったことがある方にはどこかなんか心当たりがあるワードが書かれているんじゃないでしょうかっていうところで、で、それをなぜ景品にしたっていう、そこが私のもうツボポイントです。ちょっと犬が申し訳なさそうにしてちょっと申し訳なさそうな顔してるんですよ。それがまたね、ちょっと哀愁漂うというか、ちょっと気になっちゃうポイントです。そしてそして続いて2つ目はこちらです。はい、これは
鏡を覗いてというタイトルのガチャガチャなんですけども、こちらはですね全5種類なのか、私はパンダを引いたんですけども、うん、動物たちが朝鏡の前で準備をしている様子が見れるものになっております。そしてこちらのパンダ、まさかの目の周りの黒い部分を自分でペンで朝描いているという、めちゃめちゃこれもまたシュールなガシャポンのケーキ景品になっております。で他にもサイがあるんですけど、サイはその自分の角をこう布でキュキュッとこう拭いているような動作の形になっていたり、インコはこのよくイラストで赤いほっぺ、丸いほっぺがついてると思うんですけど、その赤い丸いほっぺを作るためにチークを自分でポンポンつけてる途中の造形になっていたりだとかその現実じゃないんだけど、でもなんかどっか実際にやってるのがいるんじゃないかなって思わされちゃうような、その無駄なリアル感というか、それが本当に面白いなと思って、見つけた瞬間思わず回しちゃいました、うんうん、ガチャガチャってストーリー性が今あるのかな。そうなんですよ、そうなのかもしれないですね、うん、そうなんか、まあ、今回ちょっとお持ちしなかったんですけど、他には普通に電車通勤してる釣り革を持ってる動物みたいなのがあったりとかしてそう、まあ、単純に今のラインナップでも思ったと思うんですけど、私そういう動物とかっていうのも好きなので、自然とそのいや動物こんなことするわけないでしょみたいな、そういうえどうしたみたいな変な角度も気になっちゃうみたいな、うん、そういうのもあります。はい、でもやっぱですね、うん、皆さんですねガチャガチャって呼んでるよっていう人もいれば、はい、もうおもちゃ屋さんで働いてたので、うちはガシャポンって呼ぶんだよって言われてましたとか、うん、実はそのガシャポンがバンダイさんの商標登録になっているので、それでね、まあ、そう呼ぶようにってなってたところはあったのかもしれないですね。さあさあ、まあ、このサブカル調査部、実は皆様にアンケートをお願いしておりました。投票してくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございます。ではアンケートの内容はこちらになっております。画像ありますでしょうか。ありがとうございます。はい、まあ、ガチャガチャで欲しかったものが出てこない、何回まで回すといった内容でアンケート取らせていただきました。1番2回、2番4回、3番、いや1回でやめておく、4番、欲しいのが出るまでっていう感じの選択肢でこちらの画像用意させていただいたんですけども、こちらアンケート結果出ております。一番多かったのは4番、欲しいのが出るまででございました。結構皆さん欲のままに回してますね回してますね。ちなみに紅博士は、僕はこれ4回でやったんですよね、実は。あ、はい、そう、実は出題して私も4回に入れておりまして、へ、2人は、私は2回です。うん、2回、私も2回。おー、うん、なんだなんだ。で、実は2回、4回が同率のその投票の割合だったんですよ、うん、へ、そう、だからまたそこもね、こう意見が、まあ、多いところではあるのかなっていう感じでございました。いや、もうこんな話をしてたらもうガチャガチャ今回したくて回したくてうずうずしてるんですけども皆さんもぜひこんなの回してみたよみたいな面白いの見つけたりとかあったら、ぜひぜひハッシュタグミミラジだったりだとかで教えていただけたら嬉しいです。お願いします。以上、サブカル調査部のコーナーでした。はい、ありがとうございます。ミミノさんからもらったハッシュタグはアフタートークでもご紹介させていただきます。はい、この後は新感覚朗読劇かけドラマを聞き耳です。その前にこちらの曲をお聴きください。あずきら、
サブカルチャーレディオ君ラジ、渋谷クロス FM から3倍元気よく放送中。はい、ここからはひなかんちゃんに参加してもらいます。はい、ひなことおちひなこです。やってみたい仮装は、アニメのキャラクターの仮装をやってみたいなと思ってます。よろしくお願いします。ねえ、もう絶対いつも見たい、いつも見たいって思ってるから、男装お願いします。あ、男装で挑戦してみたいと思います。見たいよね。見たい。はい、皆さんこんにちは、かっちゃんこと湯本和樹です。私がやってみたい仮装はキャビーちゃんみたいなロリータファッションやってみたいなって思ってます。絶対似合いそう。あんまり普段可愛いっていう感じの服着ないんで、ちょっと着てみたいなって思ってるんですけど。なんかさ、私ロリータプロデュース企画とかやってみたい、うん、めっちゃやりたいです、ね、ぜひ私も参加したいです。あ、絶対可愛い。なんか個人的にはひなにはちょっとゴシック的なかっこいいやつ着てほしい、うんうん、やってほしい。着てみたいです。ねえ、なんかね、みんなでやったらワクワク、うん、楽しそうだね。楽しそういいですね。はい、ということでね、ハロウィンの季節ですが、こちらのコーナーに参りたいと思います。新感覚朗読劇影ドラマを皆さんもご一緒に、せーの、聞き耳。はい、それでは早速ですね、新感覚朗読劇影ドラマでは毎月第3週日曜日の夕方5時から、ここ渋谷の透明ボックスから聞こえる不思議な影の世界のストーリーをお届けしています。あやかしクリエイト耳ラジのコラボで月城明先生の脚本で送る12話連載の完全オリジナルストーリーになっています。公開生放送で MC の私たちの成長を楽しんで応援いただけたら嬉しいです。はい、感想はハッシュタグ耳ラジとつけてつぶやいていただくと、夜のアフタートークで紹介しちゃうかも、うん、ということで今日はですね、あらすじ紹介を美声の持ち主かっちゃんにお願いしたいと思います。お任せください。幾億の時空をかける不思議な図書館と灰色の髪を持つ美しい女館長は、今日もどこかの世界のどこかの町で心に不安や悲しみを抱えた人々を癒し導いています。中央図書館に置かれている不思議な本たちとの出会いは、きっとあなた様に輝きに満ちた明日をもたらすことでしょう。はい、それではですね、早速ですが私たちのキャラクター紹介です。 MC キャビンは図書館と一緒に旅をしている中央図書館の女館長も演じます。はい、私かっちゃんはサイカというお金持ちのお嬢様ギャルを担当させていただきます。わがままですが超絶美少女です。はい、そして私ひなはザ王子様のイケメン高校生、サイカが好きでレオとはライバルで友達なセナという役を演じます。はい、私ユリンは俺様系のイケメン高校生、サイカが好きでセナとはライバルで友達のレオを演じます。はい、第7話のキーワードはトリックオアトリート。10月はハロウィンのお話です。今回も不思議な中央図書館でどんなお悩みをお救いするのでしょうか。それとも、それでは物語の世界へお連れします。影ドラマ中央図書館シリーズ物語の魔法。ちょっと、これどうなってんのよ。なんで急に電気が落ちるわけ？信じらんないんだけど。落ち着けよ。さっきまで雨降ってたし、雷かなんか落ちて停電したんじゃねえの？でもこれじゃあ文化塔から出られないじゃん。出入り口自動ドアなんだよ。どうやって帰んの？んなもん、ぶっ壊せばいいじゃねえか。バカだな。退学処分になりたいのか？こういう時こそ冷静になりなよ。確かうちの学校は図書室横に非常電源のブレーカーがあったはずだ。スマホのライトで廊下を照らしながら3人でそこまで移動しよう。ビューティフォー、なんて美しい並びなんでしょう。やっぱり本の整理は定期的にやっておかなければいけません。半日かかってしまいましたが、こんなに綺麗に並べられるとやりがいを感じますね。さてと、さっき休憩用にとオーブンに入れておいたパイが焼けている頃そろそろティーブレイクとしますかね。頼もう。どなたかいらっしゃいますか？何ここ、学校の図書館じゃないじゃん。マジで笑えないんだけど。なぜこんなところでお客様が。
あなた方はどうやってこの図書館に入ったのです？あ、どうやって？んなもん入り口の扉開けて入ってきたに決まってんだろ。入り口の扉？そんなまさか。だって今この中央図書館は空間を移動している真っ最中なのに、外から入れる入り口なんかあるはずがないんです。何言ってんだこいつ、頭大丈夫かよ。レオは黙ってろ。失礼お嬢さん、ここは一体どこなんでしょうか？俺たちは学校で文化祭の準備をしていたはずなのに、急に停電になったと思ったら学校の様子もなんだかおかしくて。先生どころか他に準備で残ってた生徒の姿も見当たんないのよ。しかも廊下なんかいくら進んでも同じところぐるぐる歩いてるみたいで全然進まないし、窓の外は真っ暗で何にも見えないんだもん。もうだるすぎ。それでやっとのことで図書室の扉の前にたどり着いたら明かりが漏れていたので、中に誰かいるんじゃないかと入ってきたわけなんですが。なるほど、もしかするとあなた方は時空の狭間に入り込んでしまったのではないでしょうか。それに何と説明したらいいのかわからないのですが、あなた方の今の姿や関係性は本当のものではない気がするのです。何それ、うちらの姿も関係も偽物だって言いたいわけ？あのさ、あんたさっきから変なことばっか言ってっけど、あんた自身は一体何者なんだよ。俺らのこと何も知らねえくせに適当こいてると痛い目見るぜおばさん。おばなんてことを。私はおばさんなんかじゃありません。まだまだピチピチですよ。年齢だってあなた方より少しだけ大人なだけ。私はこの若さと美貌をもってしてこちらの中央図書館を滑る女館長を務めているのです。気軽に館長さん、または綺麗なお姉さんとお呼びください。ダチョウだか館長だか知らねえけど、俺たちは俺たちだ。俺はこのわけのわからねえ状況から好きな女を守りたいんだ。あんたなんか知ってんなら元の教室に戻れるまで協力してもらうぜ。それは俺だって一緒だよレオ。サイカは必ず俺が守る。たとえどんな目にあっても俺の思いは変わることなんかない。俺が愛してるのは。セナ、抜け駆けしようとすんなよ。どさくさに紛れてサイカに告ろうとしてんじゃねえぞ。サイカのこと誰より好きなのはこの俺なんだからな。てかさ、こんなところまで来てギャーギャーやってんのうざすぎるんだけど。私今文化祭成功させることしか頭にないから、最悪我が家の執事総動員してでもクラスの出し物完成させてやるつもりだし、恋愛とか興味ないの。さすが財閥令嬢のサイカだな。準備の遅れもしれっと財力でカバーしようとしているところがたまらなくかっこいいよ。俺の愛するお姫様。やはり彼らの反応や挙動は決してリアルなものではない気が。彼らがここへ迷い込んだ理由もこの違和感もどうにかして解明できないでしょうか。そうだ、ここは図書館。彼らを元に戻すヒントが何かの本に記されているかもしれない。せっかく整理したばかりですが仕方ありません。おい、どこ行くんだよ。本を探すのです。元の場所へ戻りたいのならあなたたちも手伝いなさい。本？んなもん探して本当に無事に戻れんのか。つーか、そもそも何の本を探せってんだよ。神隠しやタイムスリップなど空間移動、時空の歪みについての本を片っ端から調べるのです。私はあなた方がどこの時空から来たのか分かりません。それに本当のあなた方自身も知らないのです。これでは3人とも一生この図書館の中で私と暮らしてもらうほかなくなってしまう。そんなこと望んではいないでしょ。俺は一生ここでさやかと暮らせんなら本望だぜ。俺だってそうだよ。レオとは友達でもあるし、ずっとライバルをやっていくのも悪くない。だから私は嫌だって言ってんでしょ。文化祭どうすんのよ、空気読めっての。ねえお姉さん、私手伝うよ。その空間なんちゃらって本はどこら辺にあるわけ？この辺は全部ハロウィン特集ってポップが貼ってあるけど。ああ、10月に入ったのでそこの本棚に特集を組んだんですよ。この月はハロウィンのお化けたちが人間を巻き込んで悪さをすることがありますからね。そうだ、
今月はハロウィンがあるんでした。なんだよ、びっくりすんじゃん。急に大きい声出さないでよ。確かこの辺にとあった。これです。あなた方にかけられているのはおそらくこの魔法。魔法？何それ、メルヘンの話？ほう、何何？物語の魔法？自分が作っていた世界に閉じ込められてしまうが、キャラクターを演じる本人にその自覚はない。異空間でしか発動しない魔法、主にハロウィンのお化けが取り付いたことで発動する。魔法を解くヒントはトリックはトリートは、アホくせえガキじゃあるまいし、こんなもん誰が信じるんだよ。トリックはトリート、そうでしたか、ハロウィンのお化けがいたずらをしていたのですね。それならば好都合です。タイミングバッチリでお菓子を焼いていましたから。3人ともそちらのテーブルに。ちょっと、今度は何なのよ。いいから席についてください。今日は私のとっておきをあなた方に振る舞って差し上げますから。はぁ、わけわかんねえ、一体何なんだよ。情緒不安定すぎんだろ、あの姉ちゃん。いいじゃないか、慌てても仕方ない。彼女は俺たちに敵意があるわけじゃなさそうだし、むしろ助けてくれようとしているようだよ。ここはおとなしく従おう。お姉さん、とっておきを振る舞うとか言ってたけど、なんだろう、私ちょうど小腹が減ってきたんだよね。甘いものとかだったら嬉しいんだけどな。ご希望通り、旬のかぼちゃを使った甘いパンプキンパイとスイートポテト、そしてこの私特製の甘さとほろ苦さが融合した青春モンブランをお持ちしましたよ。きゃー、めっちゃうまそう。これ全部お姉さんが作ったの？ええ、こちらの紅茶もとっておきを入れてきました。セイロンティーの中でもおすすめのハイグロウンティーです。甘いお菓子に合いますよ。すげえ、紅茶のチョイス最高じゃん。嫁に欲しいんだけど。うまっ、なんだよこのケーキ。姉ちゃんもしかして職人か？レオ、いただきますはどうしたんだ、ちゃんと言いなさい。うっせえな、母ちゃんかよ。そういうお前だってスイートポテト秒でなくなってんじゃねえか。楽しい3人組ですね。とても魅力的なキャラクターたちです。この3人を生み出した皆さんもきっと魅力的な女の子たちなのでしょうね。まっさらなあなたたちと会ってお話できなかったのが残念ですが、南北の時空と中央図書館はつながっていますから、またいつか出会える時が来るでしょう。その時までしばしのお別れです、お嬢さん方。一体何が起きたんだ？レオ、サイカ、無事か？俺はなんとか無事だぜ、って…あれ？マジありえない、なんなのよ、ほんと。あれ？ここ、教室？私、今、ユミとトモカのこと、レオとサイカって呼んでた？うん、なんか私自分が今までレオだったような。どういうこと？私はサイカだった。あ、覚えてる？よくわかんない図書館でお菓子ごちそうになって、それって。覚えてるよ、まだ口の中甘い香りでいっぱいだもん。だけどどうして私たち自分たちで書いていた小説の登場人物の姿をしてたの？わかんないよ、私性格や考え方まですっかりレオになっちゃってて、緑のこともセナだと思い込んでたんだもん。3人で同時に全く同じ夢なんか見るはずないわ。だとしたら私たち本当にあの図書館の館長さんが言ってた通り、ハロウィンのお化けってやつにいたずらされちゃったってこと？そうなのかも。確か物語の魔法ってやつをかけられてたって。もしかしなくてもさ、私たちすごい体験したんじゃない？これ小説のネタにできちゃうよね。小説？そうだよ、小説の出展用意しなきゃ。明日は文化祭本番だよ。私たち文学クラブの初めての小説みんなに配るんでしょ？そうだった。いやー、もう7時回っちゃってる、早くしなきゃ間に合わないよ。ともか、みどり、
とにかくこっちの段ボール分は私が出すから飾り付けとゴミ出しだけお願い。わかった、ありがとうユミ。いろんな人に読んでもらえるように頑張ろうね。3人で書いた大切な物語。うん、セナもレオもサイカもたくさんの人に愛してもらえたらいいな。大丈夫だよ、私たちのキャラクターは物語の中で精一杯生きてるんだから。魅力的だなって思ってくれる人だって必ずいると思う。そうでしょ？その通り。仲間と一緒に文化祭準備、なんだか懐かしい気持ちになりますね。まさかこんな形で中央図書館が人間と関わることがあるだなんて、今回は私も驚かされました。さて、近々恋愛コメディの棚をもう一度整理しておくとしましょう。あの3人が書いた小説青春モンブランシリーズが中央図書館の本棚に並ぶ日はそう遠くないような気がしますから、あなた様もハロウィンのお化けにいたずらをされてしまわないようくれぐれもお気をつけくださいね。トリックオアトリート。最初に耳ラジ中央図書館推し本コーナーをせーの聞き耳。はい、ここからは再びヨモリン、そしてタリちゃんに参加してもらいます。はい、タリことタリちゃん、ごめんなさい、タリことタリです。で、自分がやってみたい、ハロウィンの仮装はですね、なんかこのキャラっていうのはないんですけど、男装がやりたいです。おー、似合いそう。確かに、はい、なんだろう、もうさ、ひなとさ、タリーちゃんでさ、脱走して、なんかお願いします。なんかお願いします。やりたいです、うん、なんかさ、すごい、なんか似合いそうだよね、うん、いつもなんかシックな格好をしてるから結構似合いそうだなって今、うん、うん、思いました。楽しみ。似合いそうとか言われたらもうめちゃめちゃやりたい。タリーちゃんとかにもね、似合いそうな仮装とかあったらぜひハッシュタグ耳ラジとつけて教えてください。お願いします、うん、お願いします。はい、それではですね、耳ラジ中央図書館推し本コーナーですが、こちらはですね、かけドラマの館長に代わり、耳ラジ中央図書館では耳ナーさんの悩みや季節のテーマに沿って推しの一冊を紹介するコーナーになっています。今回のトークテーマは小説の秋、ファンタジー小説なんですが、ファンタジー小説ってワクワクするものが多いんだけど、
なんか幅広くって数が多いからどれから読んでいいかわからないっていう私みたいな耳なさんたくさんいると思うので、今日はそれをねご紹介してもらえたらなと思ってます。はい、キョイさんキョイさん、はい、自分あのイラスト前に得意って言ってたじゃないですか、でそれで今回あのひなと、ヨモリンから先に本、どの本を紹介するのか聞いて、聞いたんでその本をイラストで描いてきてみました。おお楽しみじゃない、楽しみ本当に、え、じゃあ早速だけど、はい、タリーちゃんのイラスト見てから本の紹介みたいな、ね、じゃあタリーちゃんのイラスト紹介してもらったひなの本からかな、お願いします。うん、あ、すごい、あ、すごい綺麗、なんかポスターみたい、はい、確かに。はい、まずこちらですね、月夜の島渡りっていう本を聞いたので、ちょっと自分で、考えて書いてみました。すごい、そうなんです、私が紹介したいのが月夜の島渡りっていう常川幸太郎さんが書かれたあの小説なんですけど、先月9月18日の放送でなんか今年の秋は読書の秋にしたいって言ったんですけど、それをきっかけに買った本の中の一冊で、これなんかあのこの本を選んだ理由はあのファンタジーがテーマっていうところで、でこの時期じゃないですか、10月のこの時期にファンタジーっていうところでなんかハロウィンっていうのがすごい思いついて、だからなんかハロウィンっぽさというかなんかホラーなテイストを含んだようなファンタジー小説なんかないかなと思って、調べてこれが気になったので読んでみたんですけど、これがあのハロウィンって言ったんですけど、なんか海外が舞台じゃなくて日本の沖縄が舞台なんですよ。沖縄のなんか不思議な話とかがなんか短編集で7つの短編が、短編集になったものなんですけど、なんかそれぞれいろんななんか妖怪が出てきたりとか、なんか不思議ななんか物語が詰まってて、なんか短編集だからそれぞれ読んだ後になんかなんていうんですか、余韻がすごい残るんですよ、なんかそれがすごいファンタジー小説感を読んだ後の感じがすごい楽しくて、めちゃめちゃあっという間に読めたので、なんか小説読むのが あんまり読まない方にもなんかおすすめだなと思いました。なんかそう考えるとさ、このイラストとマッチしてない？そうですね、文字がすごいホラーっぽいというか、そうなんですよね、なんかイラストでなんか海とかっていうのを最初にお話で聞いてたので、海描きたいなと思って、であとは暗い感じってなったら夜じゃないですか、であとはもうなんかおどろおどろしいのを文字で表現しようかなと思ってこの絵が描きました。すごい、なんか挿絵にありそう、なんかその小説の中でありそうだし、表紙とかにもなってそうな感じで、すごい雰囲気が合ってて、よかった、すごいです。なんかレベルが高すぎて、なんか私ね、タリーさんになんかどういう風に描くのかなと思って、私はこんな風に描くよって送ったイラストが立ちすぎてなんかごめんなさいってなった。海の写真にしか見えないです、ここからだと。おー、よかった、本当に、なんか沖縄のホラーって言っても、はい、なんか心霊的な怖さじゃなくて、なんか不思議 なんか異世界的な感じの物語なので、ホラーが苦手な方でも読みやすいと思いますし、あ、じゃあ読める。私も、ね、なんかこんな感じですごい島とか沖縄の海とかが出てくるので、ぜひ気になった方読んでみてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、そして私の本のイラストはどんな感じですか？こちらです。おお、はい、え、すごい、すごい、ちょっとさっきとはガラッと変わって、はい、で、ヨモリンから聞いてたのがですね、はい、狼の仮面をかぶった女の子が登場するってことだったんで、狼の仮面をかぶった女の子を書いてみました。初めて書きました。初めて書いたの狼、うまい、本当に。年齢もイメージとぴったり合ってて、あ、よかった、すごい。この鏡の古城っていうのは、辻村美月先生っていう先生が書いた本で、映画化も今度されるんですけど、主人公が不登校が続く主人公の心ちゃんっていう女の子がいて、その子が、狼様っていう少女に鏡の世界に招かれるんですよ。で、心以外にも6人の中学生がいて、でその子たちと一緒にゲームに参加することになるんですよ。でそのゲームの内容っていうのが、来年の3月30日までに鍵を見つけて願いの部屋を開けるっていう
お話です。へー、そうそう。でこのお話の私の一番好きなのがですね、あの主人公含めて招待されたのが全員中学生っていうところで、うんうん、いろんな観点からの中学生ってやっぱり大人の階段を上っていくので、いろんな悩みがある子たちの集まりで、うんうん、何かしらに共感をする人が多分多いと思うんですよ。そうそう、だからこそ最後の方に感動するというか、もうすごい深いお話です、うん。なんかファンタジーだけど自分ごとにも捉えられるみたいな、うん、そんな話になってるのかな。そうなんですよ。しかもあの映画化も12月にされるので、本が苦手っていう方も映画を見て、うん、で本を読むっていう流れにしてもすごい感動すると思います、うん。いや本苦手なんでこれはいいかもしれないですね、うん、ぜひぜひ。ちょっとこの映画を見たらタリーちゃんのこのイラストを思い出してみてください。お願いします。いやなんかこのタリーちゃんがイラストを描くことでこの推し本を紹介するコーナーがこんなにも華やかになるんだって思ったの。あ、うん、確かにイメージ湧きやすいですよね。よかった、めちゃめちゃもう、うん、あの頭回転させてどんなイラスト描こうみたいな、うん、めっちゃ考えました。どれくらい絵描くのにかかったの時間？あ、それでも1日あれば全然描けるものになってます。あの2枚あったじゃないですか、あれ1日で描けます、うん、すごいすごい、うん、あのクオリティのものを、うんうんうん、全然違いましたもんね、テイストが、確かに確かに、うん、すごいね、ミミナーさんもね、あのこんな時に読みたい本とか私たちに提案してもらいたい本とかタリーちゃんに書いてもらいたい本とかもね、あ、めっちゃ書いてみたい、ね、ぜひぜひ募集してますので、はい、ハッシュタグミミナチとつけてつぶやいてください。お願いします。はい、ということであっという間にエンディングですが、本日の放送は10月30日日曜日にアーカイブが公開されます。サブカルチャーレディオミミラジのツイッター、インスタグラムからも告知を行いますので、皆さんフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、ここでですね、ちょっとミミラジから一つお知らせさせてもらっていいですか？はい。はい、ミミラジではですね、出演、あのイベントに出演することが決定しました。おー、はい、ニヤニヤというですね、エンタメイベントなんですが、こちらに2週目アシスタント MC のゆうかちゃんとキャミーがですね、コラボコーナーという形で出演させていただきます。内容は、ミミラジのね、テーマソングを踊ったり踊ったり、踊ったり、うんうんうん、するかもなみたいな。へー、ヨモリンとタリーちゃんもね、やってみたけどなかなか難しかったですね。あそう、それをですね、皆さんと一緒に踊ってみたいなと思っています。はい、10月21日の金曜日夜6時半オープンで、出演は7時40分頃になっております。トリックアトリートっていうと、ニヤニヤ物販スペースでお菓子じゃなくてサングラスがもらえるかも。サングラス、サングラス、もうどんなイベントなんだってもう気になるあなた、ぜひぜひね、お仕事帰りに寄ってみてみてください。はい、そしてひな、今日は何かあるのかな。はい、はい、今日はですね、この後、9時半、21時半からツイッターのスペース機能にてアフタートークを行いますということで、皆さんぜひぜひ参加してくださいね。アフタートークでも、あの裏話とかハッシュタグとかも読ませていただきたいなと思います、うん。なんかヨモリン、なんか面白いハッシュタグとか来てましたか？影ドラマでですね、うん、最後の最後の感想で3人のうち1人は館長に失礼でしたっていうコメントが来ていました。まあね、でもあの展開嫌いじゃないよって佐久野恵美さんは言ってて、でも今回みんないろんなキャラクターに挑戦したんじゃないかなって思うので、うん、この話もね、アフタートークで聞き耳できるの、うん、楽しみだ ね、 楽しみですね、うん、楽しみです。はい、ありがとうございます。そして来週のミミラジはですね、アシスタント MC はカイリーとユリンとお届けします、うん。ちなみにカイリーはですね、欲しいものが出るまでガチャガチャは2万円ぐらい使うそうです。桁が違った。はい、そしてゲストはアニメガンダム G のレコンキスタの G の閃光やジョジョの奇妙な冒険4部5部のオープニング曲のボーカルを務める長谷川大輔さんが出演してくださいます。おー、日曜日の夕方がさらにハッピーになりそうですね。はい、この番組は一般社団法人ペガサス総合探偵シャガルエージェンシー横浜駅前ミスター関東千葉駅前でシニア障害支援協会の提供でお送りしました。それでは今週のミミラジのぞのぞのお時間です。はい、はい、問題、
ドラクラが目覚めた時、時計を見たらドラクラにとって苦手な時間でした。その時ドラクラが言った言葉はなんだ。うぎゃシンプルに答え合わせは来週10月23日日曜日渋谷で5時。はい、本日はキャワイイお耳のキャミーとお便り出演でカイリー、そしてユリン、コウ博士、カッチャン、そしてはい、ヒナとヨモリンとタリーです。はい、週末探検隊のお耳のファン、来週も日曜日の夕方5時はせーの聞き耳ー。